メインイベントでガイベルトを9度目の防衛戦にして岩谷真優とのタイトルマッチ、まあ、今のこのスターダムの状況の中で白井優が変化を起こして岩谷真優はどうなるのか、まあ、変わるものと変わらないものをしっかり見せつけます。白井優が赤いベルトのチャンピオンなのは変わりません。はい、後楽園当日なんですけども、必ず自分が赤いベルトを巻いてスターダムを引っ張っていきたいと思います。白井優にこのままねスターダム引っ張っていかせるわけにもいかないんで、必ず自分がベルトを取りたいと思います。まずは青コーナー挑戦者岩谷真優選手の入場です。Thank you.
まして白井陽選手に株式会社大手様より女子プロレス大賞受賞記念の国民的に賞金が贈呈されます。やめろ、やめろ。
野田さん、ご視聴ありがとうございました。
Yeah!
誰かほら岩谷さんが望むんだけど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  Yeah!
このスターダムの頂点を争った試合、私の内閣に立ったのは岩谷麻優。お前ら初回変わらない。岩谷麻優は最高のパートナーだった。そして最高に欲しいレスラーなんだよ。あと本当に一息、あと一息で麻優はこの赤いベルトを取れたかもしれない。でかいぞ。皆さんに麻優が超えたいと思い続けてもらえるレスラーで私はあり続けます。Thank you.
最後ね、最後ぐらいはハッピーエンドで終わりたいんですけど、最後2017年への希望をかけて岩谷真由が締めたらいいんじゃないの。2000